皆さんこんにちは、赤ペソ先生です。ダイソーで売られていましたワンプッシュディスペンサーボトル、商品カテゴリーは詰め替えボトル、ナンバー5、ジャンコードは45491313189897です。化粧品のコーナーにありました。ワンプッシュでここからね、液体が出てくるんです。つまりね、これは何に使うかっていうと、女性の方とかだとこういうコットンとかに化粧水をつけるときね、こういうときに使うことができます。ですので化粧水を買ってきて、このボトルに詰め替えて化粧水をポッとつければ、こう両手を使わなくていいんですよね。だから片手でこうシュッシュッってやった後、パタパタパタッとポンポンポンかポンポンポンとやったりっていうことができます。実際にちょっと水を入れてみますね。今水が入っています。でこれにボトルに入れると、そしてこれ多分最初はちょっと出ないだろうけど、出るまでに最初数回押します。できた。こういう感じで液体が出ますね。こう何回か押すとこう染み込む感じです。ちょっと赤くて見づらいですけど、こういう感じでコットンに水をつけることができます。ティッシュとかでもできますよね、もちろん。押すと水が、ちょっと見づらいですけど色が変わってますよね、水が出てきます。ですので化粧水に使うのもいいかもしれないんですけれど、化粧水だけじゃなくて CM とかでご覧になった方もいるかもしれませんが、テーブルを拭くとき、台拭きで拭くとこう雑菌が繁殖するんですけど、こういうエタノールみたいなアルコール類をこのボトルに入れて、こうした後プッシュした後に台を拭くというのをすれば除菌もできるというものになるんじゃないかなと。だから化粧水入れて切っても使えるし、こういう除菌クリーナーを使うためのボトルとしても使える。これはすごくいいんじゃないかなと思います。こちらラベルが貼ってましたけど、簡単に剥がすことができますので、何も貼ってない状態だとシンプルなボトルになりますし、なんか無印良品的ですよね。もしね、これが寂しいようだったらステッカーを貼るのもいいかもしれませんね。ということで今回の商品はダイソーワンプッシュディスペンサーボトルでした。